ピンポンパンポーン。皆さんおはこんばにちは、ゆっくり霊夢だよ。同じく皆さんおはこんばにちは、ゆっくり魔理沙だよ。今回はちょっと思考を変えて、戦車自体でなく、対戦車兵器の一つである対戦車ライフルについて解説していくよ。ドイツが第一次世界大戦の時に開発したって言ってたような気が。そうそう、連合国が投入してきた戦車を素早く撃破するために開発されたんだ。当時のドイツにはちゃんとした対戦車兵器がなく、野砲の直射や手榴弾と地雷で対処するしかなかったんだ。その後に小銃用鉄鋼弾が作られ、小銃や機関銃から発射できて汎用性は高かったが、新型のマーク4戦車の装甲を貫けなかったんだ。こういったことから大口径鉄鋼弾を用いることができる兵器が必要と上層部は判断したんだ。野砲を使い続けてたらダメなのか。命令系統が遠いからすぐに射撃できない上、発射速度が遅く命中率も低い。そう考えると前線の兵士に対戦車兵器を持たせる方が便利だからね。そういった経緯から、世界初の対戦車ライフルであるマウザー M1918 が作られたよ。ちなみに全長が2メートル弱もあるよ。でかすぎるだろ。大きい分反動が大きく、ちゃんとした訓練を受けてない兵士が使うと最悪鎖骨を骨折するよ。絶対使いたくねえ。こういった欠点はあるものの、威力は確かで対戦車兵器としては十分使えるものだったよ。世界初にしてはいい方なのか。実際にこの対戦車ライフルによって撃破された戦車は少なかったものの、連合国はマウザー M1918 を過大評価し、大きな脅威と捉えていたんだ。そしてこれを機にして、戦艦機にはたくさんの対戦車ライフルが作られたんだ。それらは大まかに2種類に分けられ、小口径で持ち運びしやすいものと、威力が大きい大口径のものがあったよ。戦車相手に7ミリで大丈夫なのかよ。初期の戦車は装甲が薄いから案外問題ないよ。でもさすがに7ミリでは限界があって、半分くらいが小銃的弾発射装置に改造されたよ。やっぱダメじゃねえか。それは別として大口径の方はどうなったんだ。口径が相まって重量が重くなり、持ち運びが困難になるが、その威力は初期の戦車に対しては十分だったよ。どうせ戦車の進化に伴って使えなくなったんだろ。確かに威力不足は見られたが、弱点を狙えば十分撃破できたよ。実際フィンランド軍が継続戦争で燃料タンクや離隊を狙って、T-34 やカーベイ1を撃破したり、ソ連では操縦席の覗き窓やキューポラの覗き窓を狙って乗員を死傷させたりしてるよ。フィンランドの場合だと20ミリで重戦車を撃破したことになるんですが、それは。まあ、多少はね。また、これらの対戦車ライフルの多くは対空にも使用されたんだ。命中したら撃墜できそうだが、どうやって当てるんだ、こんなもの。ソ連では急降下してくる敵機に対しては一定の戦果を上げたらしいよ。運が悪かったら撃墜した飛行機が突っ込んでくるんですが、それは飛行機だけでなく榴弾も使用できることから統治下や敵陣地に対しても使用されたよ。そして対戦車砲と対戦車ライフルの中間に当たる重対戦車銃も作られたんだ。もう対戦車砲でよくね。おっそうだな。その重対戦車銃がドイツで開発された 2.8 センチシュエールパンツァービュッセだよ。この対戦車ライフルは主に空挺兵の対戦車兵器として作られたよ。そのため、小型かつ軽量でいながら高い火力を誇る必要があったんだよ。2.8 クムで何ができるんですかね。実戦では IS-1 の車体下部前面の装甲を至近距離の射撃により撃ち抜き、撃破してるよ。2.8 クムの方のどこからそんな威力が。そんな威力を発揮できたのはこの対戦車ライフルがゲルリッチ砲だからだよ。ゲルリッチ砲、なんだそれ。簡単に言うと一般の重火器がこのような形で、火薬の威力を最大限に活用にできないのに対し、ゲルリッチ砲は口径が前減することによって、火薬のエネルギーをすべて受けられるようになっているよ。これによって同じ口径の重火器より高い威力が出せるようになっているよ。実際この 2.8 センチ重対戦車銃も重心が 2.8 センチから2センチに前減しているよ。
だが弱点がないわけでなく、砲身を削るように銃弾が発射されることから、砲身の寿命が短く、重心交換の頻度が高くなることや、弾薬に貴重なタングステンを用いることから大量生産ができなかったんだ。対戦車ライフル全体の話に戻すと、戦車の進歩やロケット砲などの理由により、対戦車ライフルは一時的に消滅したんだ。だがその威力や長距離狙撃に長けてることから、対物ライフルとして復活し、対人や対装甲車両、ヘリコプターに使用されることになるんだ。ということで今回は少し短いけどここで終わりにするよ。ご視聴、ありがとうございました。ありがとうなんだぜ。